はい、どうも、なおちんでーす。さあ、今日から新学期っていうところも多いんじゃないかな。俺も今日からマインクラフト1年生として頑張って投稿していきたいと思います。よろしくお願いします。本当に何もわからない。とりあえず、毎回目標を決めて、その目標をクリアしていきたいと思います。今日の目標が、家を作って、寝る場所を確保する。そこまでやっていきましょう。登録、登録。まず家って言ったらあれだよね。木がないとどうしようもないからね。木を、とりあえず切って、で、そして、斧とか作っていけばいいか。木の斧とか、木の剣とか、装備品をまず集めていこう。マイクラはやっぱこう、地道な作業っていうのが多いよね。ダンジョンズは結構楽にいけるんだけども、そういう風にはいかないな。23個、これぐらいあれば、だいぶできるんじゃないかな。あ、これか。まずは木材を作っていくわけね。木材を作りました。で、そして、棒だな。うん。棒から、松明なんかが手に入るので、棒で OK です。あ、作業台いるよね。作業台はいる。で、作業台を置いて、その上で、あ、作れるんだな。はいはい。剣、斧、つるはし。とりあえずこんな感じでいいか。あ、チェストも一個持っとこう。うん。OK、OK。結構これで、マシになってきたんじゃないかな。あ、ツルハシで壊すのか、大体は。ツルハシで壊して、ゲット。結構簡単にこの木の装備は作れるね。あ、結構簡単に切れるようになった。いいよ、いいよ。家を作るのにもまだまだ木材は必要だろうから、もうちょっと木材集めをやっとこうか。夜になるまでにはなんとか家は建てたいんだよね。夜までには、まあ1年ぐらい前にやってた時には穴を掘ってね、その穴の中で過ごしてたりとかしてたんで、まあ、今日はちょっと穴じゃなくってね、ちゃんと家らしい家の中で過ごしていきたい。この斧がぶっ壊れるまでやろうか。斧ぶっ壊れてから家作りにちょっと着手しちゃいましょう。斧をとりあえず、もうちょっとでぶっ壊れるだろうからね。いや、よく働いてくれた、この斧は。あ、なくなった！斧なくなった！ OK。で、これで、作業台置いての、斧はもう一個作っとこうか。ね。で、木材をバンバン作っちゃって、木材いいね。結構できる、結構できる。で、そして、何？壁とか作らなきゃいけないの？作んなくていいよね。あ、階段とかそういうのがいるのね。まずはあれだね。見晴らしのいい、さら地を見つけようか。ちょっと、ここをじゃあ、敵がね、近づいてきたのとかも全然わかんないだろうし。ちょっと、さら地を見つけようって、なんかちょっと暗くなってきたよ。ちょっと暗くなってきた。やばいやばいやばい。あ、この辺良くない？この辺良くない？この辺で良くない？とりあえずだからさ。ね。とりあえずだから、ここら辺を、ちょっと、若干さら地にして、で、置いていくんだよね。はい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 。とりあえずね、囲った。囲って、ドアつけたのよ。これで、まあいいわな。敵は入ってこないと思うんだけど、これに次は屋根か。屋根を作るの。まあちょっと屋根作ってみよう。できた！できたけども、なんだ、想像と全然違う。むちゃくちゃダサい。初心者のやつってこんなもん。めちゃくちゃダサいんだけど。まあまあ、こういうね、家としての機能はあるよ。ちゃんと屋根もあるし、ほら、チェストとかも置いて、あとベッド置けば、
いい感じでしょ。でこっからこう登るわけよ。登っちゃってで上からね周りの様子をこう見られるようにしたんだけど、なんだむちゃくちゃダサい。まあまあまあこんなもんか。初めて作ったにしてはまあまあいいでしょう。では次ベッド。ベッドは羊の毛を刈らなきゃいけないんだよね。倒せばいいのか。さっきそこにいたな。ハサミがあれば、どうもいけるみたいだけども、ハサミ持ってないだよな。ということで倒しましょう。やった。いた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 。めちゃくちゃいるめちゃくちゃいる。3体いる3体いる。ここでいける。でももう夜なりそうや。そいやそいやオッケー。お前もだ。そいやそいやそいやよし。できた。さっきとはちょっと毛色の違う、ウールだけども、ゲットした。もう一個ぐらいウールいっとくか。いた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 。うわ、なんか、スケルトンいる、スケルトンいる。ちょっと待って、あいつがおるのは、よろしくないね。装備品も全然ないのに。とりあえず拠点に戻れ。拠点に、食べ物もない。食べ物もないよ。よし。ああ、明かりもない。俺、どうしたことだ。明かりも食べ物もない。ベッド、よし、オッケー。ベッドできました。ついに念願のベッドが完成です。ウール3つなんだな。ウール3つと木材あたりでできるんだろうね。よし、ここら辺に置いていきましょうか。やった。ついに家とベッド完成です。うん、リスポーンの位置もこれでできたっていうわけね。はいはいはい。難しい。めちゃくちゃ難しいよ。ちょっと次の目標が分かった。うん、とりあえず家とベッドはできて、リスポーンするとこができたので、次は、あれだね。装備品を進化させていくっていうところか。今全部木だから、これを、石にして、鉄にして、あと銀とか、銀ってあるっけ？わかんないけど。あとは、ダイヤモンドね、最終的には。それに、進化させていくっていうことでしょう。あ、食べ物も足りないね。食べ物も足りない。まずは石だな。はい。じゃあ次回ちょっと石集めやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ペコペコペコ。